ジェームズ・タイラー・グリーンは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、ローリー出身のプロ野球選手。ウト右打ち。2002年の MLB ドラフト2巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名されるが、入団せずに、ジョージア工科大学へ進学した。2003年7月に開催された、サント・ドミンゴ・パン・アメリカン競技大会の、野球アメリカ合衆国代表に選出された。 2005年の MLB ドラフト一巡目でセントルイスカージナルスに入団。2009年4月30日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビューを果たした。カージナルスでは定位置をつかめず内野のユーティリティ止まりだった。2011年はチームがワールドシリーズを制覇したもののタイラーはプレイオフのメンバーには入れなかった。2012年8月9日に金戦。 または後日発表選手とのトレードでヒューストンアストロズに移籍した。2013年3月26日にアストロズを放出された。2013年4月4日にシカゴホワイトソックスと契約を結んだ。3A からのスタートだったが、14日にはアンヘル・サンチェスが DL 入りしたのに伴いメジャーに昇格した。6月3日に DF となり、6月6日には ウェーバー工事され、トリプル A 級のシャーロットナイツに降格。8月13日にホワイトソックスを解雇された。2013年8月17日にマイナー契約でアトランタブレーブスに入団。トリプル A 級グーインネットブレーブスでプレーした。2014年4月22日にトレードでサンディエゴパドレスへ移籍した。 2003panamericanteamrosterusabasebal.com、e e e e、l, l. The Official Site of USA Baseball 2017年7月2日、閲覧、アストロズショートストップデプス。 A.C.Q.U.I.R.E.T.Y.L.E.R.G.R.E.E.N.E.F.R.O.M.C.A.R.D.I.N.A.L.S.A.S.T.R.O.S.、E e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 、o m ハットショートストップ、グリーンリリースドバイアストロズ、ハットジェフトッパドレスアクワイア、タイラーグリーンフロムブレイブス、MLB トレードルモアズ、2014年4月23日、閲覧。ありがとうございます。